牛になった小僧土地言葉昔龍ヶ崎のえがい沼の近くに金龍寺っつう寺があったんだと。その寺に知雲つう小僧がいたんだってこの知雲なりはちっちゃいくせに飯時になっと例の大人でも一平空うがやっとのえがい飯湾で三兵も口まぁ おお飯ぐらいだったとでおしょうさまに「ちうんや食事っつうのは自分にあっただけ食うもんだ」って言われでもいっつも飯三べえ食ってだど。ちうんが寺きて一年も過ぎっと体が丸々太ってえがくなったと。そのうち飯食うどすぐにごろっとよこさなっちまう癖が出てきた。 それだ、お嬢様。ちうんや、飯食って寝っ転がんのはなまげもんのすこった。寺では食うごども後片づけも修行のひとつだど。後片づけしばらくおめえ一人でやっこったな。って説教したと。ちうん神妙にそれ聞いでだど。でもちうん、次の日になっと。 三兵飯食ってよこさなってすぐ寝っちまったと。さすがのおしょうさまもいじやげで、おめえが体さ、生げもんの虫がすぐ食ってる。わしがその虫出してやっから、って。んでおさま竹の根っこのむちで、ちうんがしり、びしびしってしこたまひっぱたいだど。ちうん、それから二日ばっかし、 大飯も食わず寝っ転がっこともしねがったと。三日目の朝ほがの小僧らがおぎれみっとちうんが姿めえねえど。おしょうさまとこぞうらであっちこっち探したがどっこにもいねえがったと。すっと庭っ先からまるまるした子牛がこっちさやってきたんだと。 こうしみんなが目までくっと「お嬢様、ま、俺ちうんだ食って寝でばっかしいだから牛になっちまったんだ今ではもう寺さいらんねお世話になりました」って言うと子牛沼の方さ陰で行ったとお嬢様慌てで,で「ちうん戻ってこう」って追っかけでった。 おしょうさまやっと沼の淵でおっついで帽子牛が尻尾ひっつかんで足ふんばっと力いっぺえ引っ張ったすっとぶつって音がしておしょうさ様が手さ尻尾だけ登って子牛沼さをのまって姿見えなくなっちまったとそれからなこの沼、ま、牛食った沼だから牛食沼って 呼ばれるようになったと。んで、牛のしっぽほっすに個性で寺で使ったっつう話だ。